はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一か世界一になり1億円近くを投資しておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間洋先生です。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。今回こそこれはね、いいインジケーターバイナリーオプションのシグナルのですね、成績が上がるんじゃないかという、まあ自家用ジェット機をね買える資金が都合はできるんじゃないかとぐらいですね。まあこちらの方豪邸を建てるつもりですけれども、この成功が出せましたらね、今日ね月曜日ですね、私の誕生日10月17日でございましてね、で還暦になったんですけども、今日ね10月17日私1958年10月17日生まれなんですよ。昭和33年生まれですね。皇太子殿下の一つ上ですね、本物の半間家の貴族ですね。天皇家とは全然違います。でですね、まあ1リットル1万5000円のミネラルウォーターでシャワーを浴び風呂入ってですね生きております。ブランデーよりか高いというね、ミネラルウォーター1リットル1万5000円のミネラルウォーターで生活してます。油田とか水田を持ってるわけですね、自分で。まあ油田と同じですね。油田よりかちょっと価値高いんですけどね。油田はどこでもありますからね。ということでね。今朝は、ハムエッグですね。ハムエッグ。チーズ食べてね、2枚過ごしましたけど、これからラーメン食べようと思ってます、お昼ね。で今日お昼もうすぐなるんですけれども、すごい成績ですね。テストでやってるんですけれども、9200円稼ぎましたね。でこちらはまた別なんですけれどもね、こちらは勝率 80% で分析させてまして、勝率 70% に調整したんですよ。それで今朝から投資してですね、今日の日付はこうですね。あ、水曜日ですね、ごめんなさいね、水曜日だった、月曜日じゃなかった、水曜日、2018年10月17日生まれで、ちょうど今日誕生日で17日水曜日ですね。水曜日始めてからの成績が9200円ということで、非常にいい成績です。ちょっと今日インターネット環境が悪くてですね、こう勝率 70% ですね、このメインの方がホームページ見れないんですよ。でこっちとこっちだけしか分析できなくて、インターネットエクスプローラーがね、うまく選ぶって通信エラーを起こしておりまして、ね、ワードタンクをちょっと開けてます。これで成功だと思うんですけどね、自家用ね、ジェット機を買えるという身分になってきました。自分でね買って持つことができるほどのね、成績が取れそうです。これ1000円ずつですけどね、10万ずつとかね、また1億円ずつ投資するとかね、また FX にも対応するインジケーターなんでね、ここら辺がねいいんじゃないかと思いますね。これちょっとゲームですね、自分で作るんで仕事としてやってますね。オンラインもね、そういうことでね、私の場合は全て仕事になりますね。
そんなことだね。どうもありがとうございました。